令和4年第2回担当式本試験管理会計論の公表と解説の方を始めていきたいと思います担当はレクセン人講師尿名ですどうぞよろしくお願いしますはい、えー、皆さん本試験お疲れ様でしたまあ、今回の管理会計論について簡単に振り返っていきたいと思いますで、まあ今回のま管理会計については全体の難易度としましてはまあ、前回の12月の試験とまあ、おむね同水準の内容なのかなというふうには思います まあ理論問題が少し難化した傾向ではありますけれども、まあ、計算問題っていうのがまあ前回よりも解きやすい問題っていうのが含まれていたというところで、まあ、全体通して見たときに、おおむね同じぐらいのレベル感になってくるのかなと思います。まあ、ですので、前回の12月の試験を想定した上でね、まあ、今回の5月の対策を捉えていた方なんかは、まあ、特段違和感なくね、まあ、今回の本試験に関してはえまあ迎えることができたのかなというふうには思います。まあ、具体的な 目標点数についてお話をさせていただきますと、まあ、こちらですね。まあ、いつも通りの出し方ではあるんですけれども、まあ、正当可能性、高中低の3段階で各問題を評価し、まあ、高のものには正当確率80%、まあ、中のものには50%、まあ、低のものには20%っていうのを掛け算し、 まあ期待値を計算したものがこちらですね、まあ、58.4点というところで、まあ、大体60点弱というところが、まあ、管理会計単体で見た時の、まあ、これぐらい合格ラインということを考えれば取ってほしいという点数になってきます具体的な問題ベースで言うとするならばその理論でやっぱり6問は取ってほしいと、まあ、理論で6問で、まあ、計算であと4問取れればね、まあ、これぐらいの点数にはなってきますんでね、まあ、理論6計算4っていうところが一つの目安になるかなと思います、はい まあもちろん人によってはね理論で5問で計算で5問とかの人もいらっしゃるかとは思いますけども一つの模範的な解き方回答の仕方としては理論6計算4っていうところがねあの現実的に多いねあの内訳になってくるのかなというふうには思います各問題に関するね、まあ、コメントもこういった形でまとめてありまして、まあ、ご興味ある方はね一旦その画面の方を止めていただいて ご覧ににななななってももらえればとは思うんんでですけど、まあ、かなり簡易的なものになるんでね今から実際に問題の解説をしていく中でね、まあ、具体的な、えー、そういったコメントとかもねつけていきたいと思いますんで、まあ、このまま動画の方を、ね、ご覧になられる方は、まあ、基本的にはあの止めずにねそのまま各問題の解説の方に移っていただければなと思います。はい、でちなみになんですけども 今、この講義を、ね、あの収録しているまあ時点、あの本試験当日なんですけれども、あの問題の2番について、ね、予備交換でまあ答えが割れているというところで、あのまあ割れてるといいますか、ね、基本的に買いなしになる可能性が高いのかなというふうには思うんですけれども、一応、レックの方では、ね、その問題というのを好意的に解釈した上で3番というのを答えとしては出しています。額面的に、ね、その問題を読んで、 あの、まあ、原価計算基準に照らした上でね回答を進めていけばその厳密に計算すればね回,は回答はないんですけども、まあ、その試験委員の先生のねそういった題とか意図っていうところを汲み取って計算すれば3番っていう形になりますんでねまあ本当にここは好意的な解釈で答えが出てくるっていう形になるんでまあどういうふうにね最後あの、まあ、試験 合格発表の時に模範回答が出されますけどもあのどういう取り扱いになるのかっていうのがちょっと現時点ではわからないというところではありますでどこがね争点になってくるのかっていうとこの問題の2番ですね先にちょっと軽く見ておきますとこの直接項の賞与っていうところが日目としてありますけどもこの直接交賞与2万5000ですね、まあ、これをどこに分類するのかっていうのが問題になってくるんですね 直接交渉用。まあ、これ従業員賞与手当っていう風に読み。替えればまあ、それは間接労務費という取り扱いになってくるので、まあ、この2万5000っていうのは原価計算基準に準拠すれば間接労務費として取り扱っていかなければいけないんですけど、これを間接労務費として取り扱うとまあ、回答に正しい選択肢がなくなってくるんですね。直接労務費として試験の先生はね。まあ、この2万5000っていうのを取り扱っているはずなんですよ。 その前提で、まあ、ここの選択肢が作られている節がありますんでね2万5,000を直接労務費としてね処理をした時の、まあ、回答としては3番ということになってくるんですだからまあこれの取り扱いが本当にどうなるのかっていうところがね何とも言えないところなんですけれども、まあ、かなり好意的に解釈すれば3っていう感じになります、はい まあ、受験生の皆さんからすればね、結局どっちなんだよっていうふうに思うかもしれないんですけど、まあ、こればっかりはね、なかなか、あの、予備校に問い合わせされてもね、わからないところではありますんでね、まあ、本試験のそういった合格発表当日を迎えるまではわからないと。まあ、管理会計ね、ここ最近ちょっとその、誤職が多い印象がありまして、 あの、ま、あ皆さんの中にもね、もしかしたらあるかもしれませんけれども、まあ、ああの、ま、あ試験のね、先生方に、そんな私なんかがね、その苦言を呈するっていうのはおこがましいんですけれども、ま、あとはいえ、ちょっとあまりにも頻度が高いのかなっていうふうに思うところもありますんでね。ま、あもう少しね、ちょっとしっかりと構成とかはかけていただきたいなっていうふうに思うところではあるんですけど、ま、あ私ども,もね、誤職を出すことはあるんで、あまりそんな人に偉そうなことを言える立場ではないんですけれども、ま、あとはいえね、国家試験なんでね、あのー、 ここでやっぱり間違いがあるっていうのを言うと人の人生をね左右することになるので、まあ、今回ねこれが買いなしになるかどうかによって合否が変わってしまう受験生がね必ず一定数いるはずですからね、まあ、そういった形にとってはね納得のいかない結果になってしまう可能性があるのかなというふうに思うんでねやっぱり不公平な結果を招くことになりますから、まあ、こういうね国家試験でやはり間違いっていうのは許されないのかなとは思いますんでね。 まあもう少しね、ちょっと今後は、あのー、まあ、こういう、まあ、作もミスって言っていいかどうかはね、まだ定かではありませんけれども、あのー、まあ、こういった疑問扱いになるようなものっていうのは、まあ、なくすような努力はしていただきたいなっていうふうに思うところではありますね。すいません、ちょっと偉そうなこと言いましたが、まあ、とりあえず話を戻していきまして、まあ、ここが買いなしになるのかどうかによってね、ボーダーラインの点数も変わってくるんで、まあ、大体、あのー、まあ、2点弱ぐらい変わってくるというところでね、 あもう少し変わってきますかねあの今、定の扱いしてますけども、まこ、あ、うが80%なんでねまあ、この差分を掛け算するような形になりますね、点,点数に対して。まあ、全体としては大体1%ぐらいねあのボーダーを底上げするような結果になってくるのかなと思いますんでね本当にこれで合否が変わってしまう受験生がねまあ、割とあのー、それなりの数ね出てくるのかなと思います。はい よろししいでしょうか、まあ。そのことだけちょっとね念頭に置いた上でまた自己採点などをしていただいて、まあ、今後の対策を、まあ、考えてもらえればとは思うんですけど、まあ、とはいえね結局そのボーダー付近の方、あのー、またレックの方からもね全体のボーダーのご案内はあるかと思いますけれどもボーダー付近の方っていうのはどの道ちやはり論文の勉強っていうのはすべきなんですよ。 まあ、ボーダーにもしかしたら1%ぐらい手が届かないかもしれないなっていう,ふうに思っていたとしてもね、ねやはり論文の勉強っていうのはどのめちやらなければいけないですし、まあ、そういった勉強っていうのは今後ね、ね遅かれ早かれやるわけですから、まあ、過去のことは気になるかもしれませんけれども、もう試験についてはねなかなか割り切れないかもしれませんが、もう終わってしまった話ではあるので、できるだけまあ後ろは振り返らずにね、ね、まあ、前だけを見ながらね今後、勉強を進めていただければなというふうには思います。はい やっぱり中にはね、この5月担当の結果が気になってしまって8月の論文に向けた、まあ、勉強に身が入らないという受験生の方もね、まあ、一定数いるんですよ、まあ、その気持ちはすごくわかるんですけれどもただ、ここの,その5月から8月にかけてのここの3ヶ月の中の1日、2日っていうのは非常に大きな、ね、ものになってくるんで。 まあその1日勉強したからといってね論文の合否が変わるかっていうとなかなかそういうものでもないのかなとは思いますけどただ、そこで勉強したものがね本試験に出てくればやはり点数っていうのは大きく変わってくるはずなんでねやはりまあここからはね1日1日っていうのを大切にしながらね、まあ、勉強を進めてもらいたいなっていう,ふうには思いますんでね。 あのこの本試験、ね、明けてその月曜日、まあ、そこはもう、ね、あの休みを取ってもらっていいかとは思うんですけれども、やはりまあ火曜日からは、ね、普通にまあ平常運転でまあ受験生活に戻ってもらいたいなというふうには思いますのでね、ある程度、得点ができている方はまあ論文の方に進めていくと、もうできるだけ過去は振り返らないっていうふうにしていただくと、あの本当にいいのかなというふうに思いますのでね、ちょっとなるべく、ね、本当に気持ちの切り替えを早く、ね、あの行ってもらえればとは思います。はい で、今からですね、あの、各問題の解説の方を進めていきたいなと思いますので、まあ簡単ではあるんですけどね、あの、問題1番から16番まで全て目を通していきたいなと思います。で、まず問題1位ですね、これ久しぶりに出てきたんですけども、今の受験生知らないとは思うんですが、あの、 商標とか帳簿に関すする問題ですね一応まあレックの問題集にもね、あのー、類似問題っていうのが掲載されているんで、まあ、それやっていた方なんかはね、あのー、もしかしたら正解できたかもしれないんですけれどもただまあ重要度は C なんでね、あのー、基本的にはやってないっていう方もね多かったのかなとは思いますんで、まあ、これ自体はできなくても全然問題はありません当然正当可能性は低です、まあ、選択肢としてはね 意絵が誤りってことになるんですけども絵、まあ、についてはこれまあ返品を行ったと材料の返品っていうのを行った、まあ、この時です、ね、まあどういった商標とか帳簿に記録がなされていくのかというところなんですがこの出庫表に対しては記録はなされないと出庫,表出庫表っていうのはこれ材料を消費するときにですね記表されるものになってきますんでね出庫表に対しては、ね、記,表記入は行われませんので返品を行っただけですから 出庫表に記入を行っているっていうところが誤りということになります。また選択肢の絵についても、これは給与支給帳っていうところがおかしいですね。あくまでもこれ消費賃金の計算を行っている部分になりますからね、まあ給与支給帳に対して記録を取っていくっていうのはおかしいというところで、まあ意と絵が誤りということになりますね。まあなかなかね、あの、こういう問題っていうのが、そんな高頻度で出てくるっていうものではありませんので、あのー、 今後のね、また試験のこととかも考えられている方いらっしゃるかと思いますけど、まあ、この問題自体は特に論文とかで出るようなものではないのかなと思いますんでね、こういった類の問題がね、まあ、基本的に今回間違えたからといって、まあ、そんなに復習する必要性もあまりないのかなというふうには思います。はいまあ、こういったものもあるんだぐらいにとどめてもらえれば十分かと思いますね。特にこれ自体、まあ、合を分ける問題ではないと で次の問題に、日目の集計問題で、まあ、過去に類似問題はねこれ出されているんで、まあ、問題集にもね、まあ、ほぼほぼ同じような問題っていうのが掲載されていましたから、あこれ見たことあるなっていうところでね取り組んだ方いらっしゃるかと思うんですけども、まあ、とはいえね、ね、まあ、これ系の問題って、まあ、見たらわかるとおり面倒、まあ、くさいんですよね。あのーまあ、集計しなければいけないんで電卓を叩く回数が多くてね。 そういったタッチミスっていうところが起きやすい問題でもありますからあのやってたからといって確実に正解できるかっていうとそういうものでもないと、まあ、この問題に仮に不備がなかったとしても正当可能性低という評価自体は変わりはありませんので、まあ、これ自体は初見でできなくてもまあしょうがないのかなというふうには思いますもうこの原価分類が分かってるかどうかが全てですね もう知ってるか知らないかの問題になってきますんで、あのまあ、この原価分類ですね、まあ、画面止めて、ちょっとわからないところがあった方なんかは、まあ、これであの復習の方をしていただくといいのかなと思います。一応さっきもご案内しましたけども、直接交渉よここでは直接労務費で、直接労務費になることを前提にね、あのまあ、計算を進めています、回答を作っています。ただ、厳密にはね、間接労務費になるのかなとは思いますんでね。 まあそこがどうなのかっていうところはね、さっきもご案内した通り、あのー、ま、本試験の合格発表を待ってみないとね、わからないところではあるんですけれども。一応、ま、解説としては直接労務費を前提として、ま、計算を行っています。で、もっと言うと、直接こう、賃金っていうのも、まあ、これもね、あのー、結局、その全てが直接労務費になるかっていうと、そういうわけではないですからね。 直接高賃金のうち、直接作業時間に対する部分っていうのは直接労務費になりますけども、間接作業時間とか手待ち時間とかもあったりするわけですからね、直接高賃金そのものが直接労務費にすべてなるかっていうと、そういうわけでもないので、まあ、これも厳密にはちゃんと指示が必要なのかなというふうには思うんですけれども。 まあとはいえねさすがにここは直接労務費の取り扱いで問題はないのかなと思いますんでね、ねやはり争点はここの直接消用,用の部分ですね、まあ、これがどうなるのかというところです、はい。よろしいでしょうか。一応、各品目集計したものも,もう簡単にあの載せておきますので、あの復習される方なんかはまあ画面の方を止めていただいて。 こちらですね集計された結果の方を見ていただければなとは思いますはいで次問題3移っていきますけど、まあ、ちょっとこの理論がね初見だとまあ解きづらさを覚えるのかなというふうには思うんですが、まあ、こちら問題3で個別原価計算の理論で、まあ、選択肢の「う」と「え」がまあ明らかな誤りなんでねこの間違った選択肢からね正解詞を選べるのかなとは思うんですけどとはいえ「あ」と「い」を読んでる時にはね あんまりこれ表現として見慣れないものがありますからね、カスタムメイドとかね、ジョブコスティングとかっていうのはね、普段目にすることがまずないんでね、ちょっとこれは難しいなっていう風な印象を持たれた方がね、結構多いんじゃないのかなと思いますだから正当可能性自体は中という評価をしています、まあ、あといは、ね、あのこれも正解の選択肢になってきますんで違和感はあるかもしれませんけど特に間違いはありませんからね、あといは正しいと。 でウトインについてはウはこれロット別生産含まれないって言ってますけどもロット別の生産っていうのも当然含んでると別にロット生産を行っていても個別原価計算自体は適用することができますからねまた個別原価計算における直接費ですねこれ原則として予定の発生額をもって付加するって書いてますけどそんなわけないですよね、まあ、基準の32番ね見てもらったら分かりますけれども 原則として予定の発生額を持って直接費を計算するなんてことはありませんからね、まあ、ここは間違いというところになります。はい、だからまあ、ここのうとえはね、かなり平易な選択肢になってくるかなと思いますんでね、中にはしてますけどね、結構合ってる受験生は多いんじゃないのかなとは思います、はい。で、次の問題4、これはもうね、絶対解かなきゃいけないですね、もうサービス問題ですよ。 これはもう入門生の方でもね、正解できる問題となっているんで、まあこれ間違えるとね、かなり厳しいですね。もうこれ取ってくださいと言わんばかりのね、資料の分量ですし、何も構造的に難しいことは問われていませんから、普通に改定式配布を適用すればいいだけの問題です。工場事務部門っていうのがサービスの提供先の件数としては一番多いので、まあ工場事務部門っていうのを1位に置いて、で、動力と 倉庫部門っていうのは、これお互いがお互いに溶液提供を行っているんで、溶液の提供先の件数は1件ずつっていうカウントになりますから、提供先の数ではね、優劣をつけることができない、序列をつけることができませんので、まあ、部門費の代償関係比べれば、動力の方が金額が上なんで、まあ、動力が2番、倉庫部門が3番、まあ、1番、2番、3番というね、まあ、こういった順番に基づいて改定式配布を行っていけばいいだけですから、 まあここの順位付けさえ間違えなければね、まあ、特段問題なく対応できるかと思います。これはおそらくね、利差しとか出しても、まあ、9割ぐらいの、9割以上の方っていうのが正解になってるのかなとは思いますんでね、ここはもう絶対取らなきゃいけない問題だったと、まあ、そう考えてください。一応、計算結果ですね、補助部門配布表について簡単にまとめていますんであの、こちら確認していただければなと思います。 で次問題5番総合原価計算に関する理論ですけどもあと「う」が正解ですね、まあ、特に問題のない記述ということになります、まあ、工程別計算、まあ、この類加法に基づいた計算ですね、まあ、基準の25番に書かれているわけですけれどもそ,つえそこからのね、まあ、まんまの取材ということになりますで選択肢の「う」についてもこれ基準24番からの出題ということになりますね まあ、意図絵ですね、まあ、ここが誤りで、まあ、絵については、まあ、これは期末仕掛か,かり品の数量毎期ほぼ等しい場合において総合原価の計算上これを無視し当期製造費用をもってそのまま完成品総合原価とすることはできないって書いてますけどこれで,できるっていうのが正しい表現これも基準24番からの出題ですねいわゆる無評価法のね規定ということになりますで選択肢の絵、まあ、これ簡単ですね子孫慈期の処理原則としては度外視法ですね 減損費についても子孫慈悲の処理方法に準じる形になりますんでね、原価債に準ずるわけではありませんから、まあ、この部分が誤りということになります。まあ、割とくだらない引っ掛けかなというふうには思います。はい、これは絶対正解してほしいですね。確実に正解できます。で、次問題6、工程別計算。まあ、これもラッキー問題ですね。ちょっと資料が多いんでね、あのー、パッと見、 これは解かない方がいい問題なのかなっていうふうに思えるんですけれども、とはいえ構造的には何も難しくない問題ですね。まあ、第1工程から第2工程に完成品原価を振り返っていって、第2工程完成品の単位原価を求めていきましょうっていうまあシンプルな問題となっていまして、まあ、特に引っかかる要素っていうのがないかなとは思うんですけど、まあ、最後完成品原価計算するときに B 原料費ですね、ここのまあ集計忘れだけ気をつけてもらえればいいのかなとは思います。 あとまあ生産データの整理も問題ないかとは思うんですが、まあ、こちらですね、まあ、第2工程、まあ、この第1工程完成品、21万キロを第2工程に振り返っていくわけですが、まあ、この21万キロっていうのは、まあ、第2工程の生産物の単位に、ね、変換すると、100キロで1単位だっていうふうに言っているんでね、まあ、この21万割ることの100キロっていうのをしてもらったら、2100個っていうのを求めることができますね、2100個。だから、凍月投入、ここ2100個です。 でここが求まれが 400+2100 引くことの100と800っていうのを引いてあげればここが1600個っていうのが求まりますんで第2工程完成品最終完成品っていうのは1600個ですよと。はい、で今回第1工程でも第2工程でも子孫次品っていうのは終点で発生しているんで完成品のみ負担ということになりますからもう度外症を前提にの計算を行ってあげればいいですね。 まあ度外視でも非度外視でも終点発生においてはね完成品原価の、まあ、計算結果っていうのは当然同じになりますんで、まあ、度外視を適用し完成品のみ負担を前提とした下書きを作って計算を進めてあげればいいかと思います、まあ、こちらですね、まあ、第一工程の計算ボックス書けばこういった形になりますと 1> 第1工程完成品原価ですね、まあ、この直接材料費58万7400と、加工費38万9400の合計、まあ、これ、前工程費という形で第2工程に振り替えていくわけですが、まあ、第2工程の月初仕掛かり品に含まれている前工程費と合わせて117万5000円と、まあ、5000円と、と、まあ、これをまたこのボックスに基づいてね、まあ、原価配分を行ってあげればいいだけですと。まあ、特に 難しい要素はないかなと思いますんでねこれも絶対解いてほしい問題ではあります正当可能性はこうですねで次の今度問題7番ですね見ていきますが標準原価計算の問題でこれも優しい問題ですね絶対できなきゃいけない問題正当可能性はまあこれはこうですね当然 もうむちゃくちゃ高いと、まあ、これもおそらくねあのリ、ー、差しとかを行ったら9割ぐらいの受験生がね正解してくるものなのかなとは思いますんでね、まあ、できてほしい内容と言えますまあ原価債の分析で本当にシンプルな問題ですね原損とか子孫とかっていうところが、まあ、そもそも争点になっていない問題なんでね、まあ、原損や子孫っていうところが前提として存在しない問題となりますから、まあ、特段問題なく回答はできるのかなとは思います まあ一応、それぞれの計算結果ですね、またこちらもまとめてありますので、もうこれ見てもらえればいいかなと、まあ、直接材料被災の分析、直接労務被災の分析、まあ、製造・間接災の分析結果ですね、こちらにまとめてありますので、まあ、どこか、ね、答えが合わないところがある方なんかはこちらを見直ししておいてください。よろしいでしょうか。で、次の問題8ですね。 標準原価計算の理論ということになりましてこれも正当可能性はこうですね、まあ、かなり優しめな問題かと思います「う」と「え」が誤りで「う」については材料を受け入れ価格債の会計処理基準の47番からの出題で、まあ、当年度の材料の機種割高と購入高って書いてますけども、まあ、当然違うと払い出したかと期末割高に対して配布をするっていうのは正しい表現ですまた選択肢の、A「え」 比較的多額、少額の減価債が発生した場合には、ね、減価債の会計処理の方法として、まあ、これ、少額じゃなくて、そもそも多額ですね、多額。多額の減価債が発生した場合には、ね、減価債の会計処理として、まあ、当年度の売り減と期末における棚卸さんに、差収書別または科目別に配布する、これ,これが個別減価計算。まあ、総合減価計算の場合だと、まあ、当年度の売りゲに,期、まえー、と,売り減にと期末の棚直さんに対して、科目別に配布をすると。 まあそもそもここが少額っていうところがおかしいですね多額の減価債が出た場合においてはこういったね会計処理でなおかつ前年度ではなくて当年度ってことになりますから誤りってことになりますはいよろしいでしょうかで次問題9管理会計の基礎知識からの出題ということで総論的な問題ということになりますね案についてはねまあこれは経営管理のプロセスですね まあ、戦略的計画マネジメントコントロールオペレーショナルコントロールまあ最近だとねオペレーショナルコントロールって言い方よりもタスクコントロールって言い方の方がねメジャーですけれどももともと出てきた時にはオペレーショナルコントロールというふうに呼ばれていたとでこの3つのプロセスでは組織における階層の違いを想定していないっていう、まあ、そんなわけはないですからねやはりその戦略策定っていうのはトップマネジメントが中心となって行うものになってくるっていうのはねイメージとしてもわかるかなとは思いますんでね 組織改層っていうところがね。想定されていないっていうのは明らかにおかしいというところになります。で、選択肢の a バランスとスコアカード。まあ、この非財務的な業績の向上が財務的な業績の向上に至るまでのタイムラグは考慮されていないって書いてますけどもまあ、考慮されていますよね。 非財務的な尺度の改善っていうところが財務的な尺度の改善にすぐに直結するわけではないと、まあ、そのことを前提としたね、まあ、業績の評価っていうのを行ってあげるべきであるというところがねバランスとスコアカードのまあ正しい使い方ってことにはなってきますんでね、まあ、考慮されないというところがおかしいですね、はい、ただまあこれはちょっとね難しいのかなとは思いますあのというのも選択肢のうのところがね計画の選択の方でね 先に経画学の勉強とかされていた方なんかス s ット分析っていうのは聞いたことがあるのかなとは思いますけど、まあ、聞いたことあるというか確実に勉強してますけどもまあ仮に知らなかったとしてもねあのー、ス w ット分析自体はもう一般教養レベルの話にもなってくる可能性はあるんでねまあこれぐらい知っといてほしいっていうねそういったメッセージを込めて出されているのかもしれないんですけども就職活動なんかをね就活生がやるときにこういったス w ット分析とかを行ったりすることもありますからね まあこれ自体はね、別に経営学を勉強していなかったとしてもね、まあ、知っている可能性がまあ結構高い言葉ではありますからね。戦略の策定にこういったものがツールとして使えますよというところで、まあ、なんとなくね、あのこれ自体は、まあ、文章として、まあ、知らなかったとしても合っている雰囲気があるなっていうのはね、あの雰囲気でつかめる部分はあるのかもしれないですけども。 まあ、とはいえ、これはね、あの、もしかしたら知らない方もいらっしゃるっていうところでね、正当可能性自体は中という評価を行っています。はい。ちょっと、ま、選びづらいですね。過去に、あの、全く同じ足っていうのが出ていないんでね。あと、円に関してもそうですね。過去に全く同じ足っていうのが出ていないってことを考えたときに、過去問中心にやられていた方なんかはね、なかなか、あの、悩んだ方が多かったんじゃないのかなと思います。はい。で、次、問題10。 これは最適セールスミックスの決定問題になりますけどもこれまあ当連でね、あのー、似たような問題っていうのが出ているんでねそれやっていた方なんかは割とすんなりと正解できたんじゃないのかなと思います。 ま、最適セールスミックスの決定問題なんで、まあ、制約条件単位あたりの貢献利益の代償関係を比べていく必要性があるんですけれども、まあ、制約条件となっているのが、まあ、この設備の稼働時間ってことになりますね。だから、設備の稼働時間あたりの貢献利益の代償関係っていうのを各設備においてね、計算することになるわけですけども、設備 A を用いて製造販売したとき、設備 B を用いて製造販売したときのね、 まあこの 1, 1分あたりのね貢献利益の代償関係っていうのを計算していくとあ確認していくと、まあ、製品 X について設備 A を用いた場合っていうのは1分あたり72円貢献利益ですね製品 Y については1分あたり45円ということになりますので、まあ、X の方を優先的に製造すべきであるっていう結論になりますで今度設備 B を用いたとしても製品 X を優先すべきっていう結論は変わらないんです とということはどっちの設備を使ってもね製品 X を優先的に作るっていうそこの判断自体は特に変わりはないんですよ。問題は何なのかっていうとこの問題がねやったことない方にとってちょっと難しく感じる部分がどこなのかっていうとこの設備の優先順位を決めるっていうところが、まあ、難しく感じる部分なのかなと思います。その設備 A をを最初に使ってね、製品 X を作り、 そしてその後から設備 B っていうのを使って製品 X の残りの部分とあと製品 Y を作っていくっていう選択がいいのかあるいは設備 B からまずは製品 X の製造を始めてで次に設備 A を使って残りの X を作ってまた Y も作っていくっていうふうなこの B から使ってこの設備 A をね後から使っていくっていうふうに考えて計算するのか A から使って設備 B を後から使ってえまあその 製製品のの造を行っていくのかっていくかとうころで、ね、ここの設備のね利用の順序によってねセールスミックスっていうのが変わってくるんですよで結論としてはこれ設備 B をまずは使って製品 X を作れるだけ作ってねそして足りない部分っていうのは設備 A で製品 X を作りで設備 A はさらにその余剰のね生産能力がありますんでそれを使って製品 Y の方を作っていくと作れるだけ作っていく。 これがね最適なセールスミックスの決定の仕方になってくるんですね結論としては、まあ、それどうやって判断するのかっていうふうにね初めは分かんないと思うんですけどもう別にしらみつぶしにやってもらってもいいんですよそのまずは設備 A を使って製品 X を作りそして足りない部分を設備 B を使って製品 X 作ってで余剰生産能力使って製品 Y を作っていくこのパターンとさっき言ったような その設備 B から使っていくっていうパターンですねそれぞれにおいて貢献利益を計算しどっちが大きくなるのかっていうところをね比較してあげればいいんでね別にそういう回答の仕方をしてもらってもそんなに大きくね時間かかるわけではないんでいいのかなと思いますただまあスマートにやっていくとするならばねこれ見ていただくとねこの設備 A についてはこれ製品 X は1分当たり72円 製品 Y は一般あたり45円なんですよ。設備 B は製品 X 一般あたり60円で、製品 Y は一般あたり22.5円なんですね。これ何を見ればいいかっていうと、ここの製品 X の1分あたりの貢献利益っていうのは、設備 A 使っても設備 B 使ってもそんなに大きくは変わらないんですよ。1分あたり12円違いはありますけれども、そんなにむちゃくちゃ変わるかっていうとそういうわけではないんですよ。 対して製品 Y についてはこれむちゃくちゃ変わりますよねほぼ2倍違うわけですよ、まあ、2倍違うほぼというか2倍違うわけです製品 Y については設備 A っていうのはこれ設備 B に比べてみると、まあ、作るのが得意なんですよちょっと俗っぽい表現ではありますけどね設備 A っていうのは製品 Y の製造が得意な設備なんですね 一方の設備 B っていうのは相対的に製製品 X の製造が得意なな設備なんですよ。まあ、こういうのを比較優位っていうね、概念として表現するんですけど比較優位ですね比較優位性っていうのに着目をして最適なセールスミックスを決めようっていう問題なんですねこれね製品設備 A の方がどっちの製品を作るにおいてもね設備 B よりもかかる時間は少ないんですよ だから設備 A の方が B よりも絶対的に優位なね、性能を持ってるんですよ。絶対優位なんですね。だけれども、設備 A は相対的に Y の製造が得意。 B は相対的に X の製造が得意。お互いが得意なところにリソースを割いた方が、まあ、全体として作れる量が増えるよねって考えていくのが比較優位の考え方になってくるんですね。よくこの考え方自体は国際貿易のね、世界とかで使われるものになってくるんですけども、まあ、その日本においては例えば自動車作るのが得意ですと、アメリカにおいては穀物作るのが得意ですとなった時に、各々の,のね、国々でその自動車と穀物っていうのを作り合っていくよりもね、そのお互い得意なところにリソースを割いていってね、 その自動車と穀物を交換するようなトレードするようなね取引を行っていけばまあ、その経済全体世界経済全体で作れる生産数量っていうのが増えていくよねっていう話なんですねよくこういう国際貿易の世界において使われる概念になってくるんですけどもこの比較優位性っていうのに着目した時に設備 A は Y が得意設備 B は X が相対的に得意ということになるんでまあ、B を使ってまずは X を作って余った時間で あ余った時間はないんですけどもまあその足りない部分は設備 A 使って製品 X を残り作っていくと、まあ、設備 B をフル稼働してね製品 X 作れば年間で4800個作れるんですねこの最大需要量7200個までは残り2400個足りない状態なんでそれ,は製品あそれは設備 A を使ってね製造していけばいいと で、この2400個製品 X を設備 A 使って作った場合、余剰生産能力がまだありますんで、その余剰生産能力を使って製品 Y を何個作れるかっていうと8400個作れるっていう計算になりますんでね。まあ、これ最大需要量を超えてしまってるんで、まあ、この最大需要量7200個分、設備 A を使ってね、製品 Y を作ることができるということになりますから。なんから結論としてはね、 この製品 X も Y も最大需要量を作ることができるんですよ。うまいことその設備っていうのを利用していけば最大需要量を作ることができるという結論になってくるんでね。その前提のもと貢献利益を計算してあげれば6番が正解ということになります。はい。よろしいでしょうか。以上が問題10番ですね。まあこの問題はね、やってれば別になんてことはないんですけど、やったことがないと結構 あの本試験の限られた時間の中だと厳しいのかなというふうには思いますで次問題11予算管理ですね予算管理、まあ、これが結構悩んだ受験生多いんじゃないかなと思いますけど正当可能性は中ですね、まあ、選択肢の「あ」と「う」が誤りで アについては予算は企業の諸活動の具体的計画を可変的に表示したものであり、まあ、ここまで正しいですね。予算期間における企業の減価目標の達成に向けた企業全般にわたる総合的管理の用具であるって言ってるんですけど、この減価目標ではなく利益目標ですね。予算っていうのは利益管理のためのツールということになりますんで、減、まあ、価目標という表現だとね、不十分な定義ということになりますから、まあ、利益目標というのが正しい表現ということになってきます。 結構これはね、あと意で悩んだ方いるんじゃないかなと思います。意について予算実績再分析実施する際にはその際が経常重要な意味を持つと考える場合に詳細なデータを収集し際の原因を分析するっていうふうに言ってるんですが、まあ、この重要な意味を持つと考える場合だけにおいてね詳細なデータを収集して再分析を行っていくっていうのはこれおかしいんじゃないかと。 詳細なデータを入手して再分析を行う状況が限定されるっていうのはこれは間違いなんじゃないかなっていうふうにねまあ一瞬思えてしまうんですけどもまあそれはね例外管理っていう考え方が抜けてしまってるんですよね例外管理まあ例外管理っていうのは過去にもねあの何度も問われたことがありますけれども。 通常では生じなないような、ねまあ、例外的に大きな、ねまあ、再項目に着目をして詳細な分析を行っていこうという考え方になってくるわけですけれども予算実績再分析におきましてもそういった例外管理というのが適用されることになりますのでね、まあ、金額的重要性がでかいものに対して詳細な分析を行うことになるんだと、まあ、そうしないと費用対効果悪いじゃないですか 例えばその1円2円ね予算と実績がずれたからといって極論どうでもいいじゃないですかそんなものっていうのはねそこにすごいねリソースを割いて、まあ、時間と労力をかけていくよりもそれよりももっと金額的な重要性の大きいね1000万とか2000万とかずれてるところに対してリソースを割いた方がよほど有意義ですからね金額的重要性高いところに着目をすべきであるというねそこの基本的な発想が分かっていればね意については丸がつけられるのかなというふうに思います。 とはいいえ結構難しいですねで選択肢は簡単ですね。ボトムアップ型の予算編成ですね。全社的な計画との整合性を持つよう、各部の動を調整することが容易となるって書いていますけども、まあ、それはね、あのー、トップダウン型であればね。 全社的な短期の利益計画との整合性っていうのを担保しやすいわけですけども、ボトムアップの場合っていうのはどうしても予算スラックっていうのが混入する結果として、まあ、短期の利益計画、まあ、トップマネジメントの意向っていうのを反映した短期の利益計画との間の整合性っていうのが取りづらくなってくるんですよね。まあ、このあたりはね、あのー、基本的な内容ではありますんでね、まあ、正解できるところかなと思います。ウについては罰だっていうふうに判断できるかと思います。まあ、絵はその通りなんでね、 まあこのローリング予算ですね、まあ、継続的な予算って言い方をするんでね、まあ、そこの名前が分かっていればすんなり切れたのかなというふうに思いますよろしいでしょうかで次問題12、まあ、原価管理ですね、まあ、選択肢の「あ」と「が正解ということになりまして「え」についてはこれプロダクトアウトではなくて「マーケットイン」ですねマーケットイン で、うについては、まあ、ベンチマーキングっていうふうに書いていますけど、ここはまあコストテーブルっていうところが正しい表現になってきますね。はい。まあ、このあたりね、あのー、まあ、専門的な表現にはなってくるんでね、なかなか用語もね、頭に入りづらいと言いますか、まあ、イメージがつきづらい言葉っていうのがね、多いところではあるんでね。 漠然と苦手意識を持たれている方もいらっしゃるか,いらっしゃるかと思うんですけど、ただまあ、この原価管理のところっていうのはね、とにかく定義が問われることがあるよっていうのはね、講義の中でもご案内したかとは思うんですが、まあ、こういったしっかりと用語の定義のところですね、そこをまあ頭に、ね、入れておく必要性があるっていうところで、よくね、あのー、その点をね、復習されていた方なんかは、まあ、対応しやすい問題だったのかなとは思います。だからこの問題は正当可能性、高という評価をしています。 で次、問題13。ABC の問題ですね。まあ、推定挟む問題ということで、まあ、この製品 B のね、単位あたりの売上総利益っていうのが問われていて、この販売数量が分かっていないと。でまた 販売数量がわからないと売上もわからないので、この売上高をコストドライバーとして用いている管理活動原価ですね。まあこれの各製品に対する割り当てができないっていうところでどうすればいいのかっていうところで、あの、ちょっと始め悩ましいんですけども、まあ、この製品 A、1880っていう単位あたりの売上総利益が与えられているんで、ここから製品 A に対する管理活動原価の割り当て額っていうのを逆算することができ、まあそれが逆算できれば、まあ製品 B に対する まあ、管理活動原価の割当額や、あるいは B の売上高っていうのを逆算することができるっていう風なね、そこのまあ回答のめどをね、つけることはできるのかなと思うんですけども、まあとはいえこういう逆算が苦手な方はね、ちょっとあの嫌な問題に感じるかもしれませんが、まあとりあえずね、あのー、 活動原価の割り当て、てこの管理活動以外のものっていうところはね、簡単に割り当てることができますからね、単なる割り算掛け算の繰り返しですから、ここは別に難しいところはないかと思います。で、問題は、この管理活動原価の割り当てのところなんですけども、先ほどご案内した通り、製品 A の1個あたりのね、売上総利益の金額っていうのが示されているので、ここからですね、A に対する管理活動原価の割り当て額を計算することができるはずです。具体的に、 この販売価格4500円から直接費800円っていうのを引いて、で、この売上総利益1個あたりの金額っていうのを引いてあげて、販売数量2000個っていうのをか,かけ算することによって、この活動原価の割当額364万っていうのを計算することができます。で、ここが計算できれば、段取り活動から検査活動までの金額を引けば、54万っていうのが求まりますね。54万円。 でこの A に対する、ね、管理活動原価の割当額54万というのが求まればこれを A の売上高である900万で割り算することによってコストドライバーレートというのを計算することができますね。管理活動減価ののドライバーレーレトというのを計算することができ この0.06っていうところを製品 C の売上高に掛け算すれば18万9000っていうのが C に対する管理活動原価の割り当て額として求まりますそうなるとこの54万と18万9000合算しそれをこの全体90万から引くことによって B に対する管理活動原価の割り当て額を求めることができますね で、この17万1000っていうね、B に対する管理活動原価の割り当て額が求まれば、これは売上高に対して0.06を掛け算した数値になっているわけですから、17万1000を0.06で割り戻してあげれば、売上が285万っていうふうに逆算することができます。これを販売価格5700円で割り算すれば、1個あたり500円っていうのを求めることがで、あ五百個っていうのを求めることができ、販売数量は500個っていうのが求まりますから、 販売価格5,700から直接費1,000円と217万1,000割ることの500個、まあ、これを引いてあげればね358円っていうのが B の売上総利益1個当たりの金額として求まりますよと、まあ、このあたりは単なる手続きということになりますねよろしいでしょうかで次の問題14 これがね、今回の問題の中だと一番難しいですね。あのー、初見で正解するのは相当大変かなと思います。潜入感持ってるというかね、あのー、普通にこれまでね、予備校の問題集とかをね、回転している数が多ければ多いほどね、潜入感のもと間違いが生じてしまう問題なのかなと思います。まあ、どういう問題かっていうと、これ製品 X3000 キロ製造販売しており、まあ、来期ね、 この製品 X に追加の加工を施した製品 Y ですね。まあ、これを余剰生産能力を使って製造販売していこうっていうね。まあそういうまあ問題に見えるわけですけれども。通常であればね、x 3 0 0 0っていうのはとりあえずこれはお客さんに販売するんだと。3 0 0 0分作ってお客さんに販売すると。で、それとは別にこの製品 Y っていうところをまた作って、まあこれを お客さんに製造販売することによって、いくら追加の利益を得られるのかっていう、そこが問われている問題なのかなっていうふうに思えるんですけども、そうじゃないんですよね。この問題よく見てもらうとね、X3000 キロ製造すると。X はあくまでも3000キロの製造なんだと。3000キロの製造。X3000 キロ製造販売するとは言ってないんですよ、次年度。 X 作るのはあくまでも3 0 0 0キロでこのうちの一部を Y に変えて追加の加工を施して Y を製造販売する方がいくら得なのかっていうのが問われているんですね。 仮に x 3 0 0 0キロをべて y に変換すると y 何キロになるかっていうとこの x 1キロに対して原料 β 0 6キロを追加投入することになりますから 3000kg×0.6 で1 8 0 0キロ増える形になりますから4 8 0 0キロ分の y が出来上がるわけですでも y 4 8 0 0キロもまあこの余剰生産能力の下ではね作ることができないっていうところになりますんでね 余剰生産能力自体はね、簡単に計算できますけど、まあ、この x 3 0 0 0キロを作った時に、直接作業時間については、3時間掛け算した9000時間で、14000時間がマックスですから、5000時間があまりってことになります。機械の稼働時間については、まあ、これは製品 x 1キロあたり2時間で、3 0 0 0キロかける2時間で6000時間、すでに機械の稼働時間っていうのを使ってる形になりますから、残り2000時間ってことになりますね。 直接作業時間が5000時間機械の稼働時間が2000時間残っていることになるそして追加の加工作業においては直接作業時間は1時間1キロあたりかかって機械の稼働時間は0.5時間ってことになりますから機械の稼働時間っていうのは直接作業時間の半分で済むわけですよ半分で済む、まあ、表現変えると直接作業時間っていうのは機械の作業時間の2倍かかるわけですよ そして余剰生産能力は2倍以上あるんですよ。直接作業時間の方がね。5000時間、直接作業時間、えー、余分な時間があって、機械の作業時間っていうのは2000時間余裕があるわけですけど、まあ、その5000時間と2000時間だと、まあ、2.5倍ね、直接作業時間の余りの方が大きいんでね。まあ要は何が言いたいかっていうと、直接作業時間っていうのは、これはね、一応その制約としてはあるわけですけれども、まあ一番厳しい制約ではないんですよ。 これ自体は最も厳しい制約、まあ、ボトルネックって表現を使いますけどボトルネックになってくるのは機機械械のの作業時時間間なんですね機械の稼働時間直接作業時間っていうのは機械の稼働時間よりも、まあ、これ余裕がありますんでね機械の稼働時間の方がよりタイトなね逼迫している状態なんでこちらがボトルネックになってくるんで機械の稼働時間に着目をした最適セールスミックスの決定っていうのを行っていくことになるんですね。 機械稼働時間、2000時間っていうところがあまりでね、これを0.5時間で割り戻せば、4000キロ分しかね、製品 Y っていうのは作ることができないわけですよ。余剰の生産能力を用いても、製品 Y っていうのは4000キロしか作ることができないはずなんですね。で、Y を2千キロあ、4000キロですね、Y をキロを製造販売するためには、製品 X っていうのは何キロ必要なのかっていうのを考えると、これ、y 1 1.6キロ作るのに1キロの製品 X が必要なんですよ Y を1.6キロ作るのに1キロの製品 X が必要なんで、うん、Y を1キロ作るためには X が何キロ必要なのかというと 1÷1.6 っていうのをしていただくと0.625キロっていうのが求まります0.625キロすなわち 余剰生産能力を使って y 4 0 0 0キロを作ろうと思ったらそれに0.625を掛け算してあげた2 5 0 0キロの製品 X が必要なんですよこの X は3 0 0 0キロ来期作る予定なんだけれどもこのうちの2 5 0 0キロっていうのは製品 Y に追加の加工を施すために使われるんですよ製品 Y になっていく2 5 0 0キロと この3 0 0 0キロはこれが難しいんですよね読み取りがね普通はね3 0 0 0ロ X は製造販売するんだと余った時間でさらに製品、X、を作ってまたそこに追加の加工を施した製品、y、に仕上げてねお客さんに販売していくのかなって思いきやそうではないんだとあくまで、X、作る数量は3 0 0 0キロまでなんです 3 0 0 0キロを作るというね前提のもとこのうちの一部を Y に変えていくと。で全部変えることはできないんでねさっき言った通り余剰生産能力が足りないんで機械の稼働時間が足りませんから全てを Y に変えることはできないのでその Y に変えられる部分は変えてあげて他はもうその X のまま販売することになるわけですよ。生産能力が足りない部分についてはもう追加の加工ができないわけですから X のまま 500kg 販売し 2 5 0 0キロ部分については y に変えていくとこれが最適なセールスミックスなんですね y がだから4 0 0 0キロで x が5 0 0キロですねちょっと分かりづらいんですがその x 3 0 0 0キロのうちこのうちの2 5 0 0キロが最終的に y になっていくわけですでもこの y になっていく ものに対しては1500キロ分のベータ材料が追加投入されるんですよね0.6を掛け算してあげた1600あ1500キロ分のベータが追加投入されて Y4000 キロが出来上がるで残り500キロについてはこれはそのまま外部に販売することになりますと 機械の稼働時間の余りですねここの追加の加工で2000時間消費していることになるわ,なるわけですよ機械稼働時間の余りっていうのが2000時間想定されているわけですけどここの加工で2000時間費やすことになるんですね、まあ、機械の稼働時間が2000時間で直接作業時間はその2倍なんで4000時間ってことになりますよで今問題として問われているのはこのね 2 5 0 0キロのうち追加の加工を施して y 4 0 0 0 k に仕上げた方が果たして得なのかどうかこの x 3 0 0 0キロのまま製造販売を行っていく方が得なのかこの一部を y にね作り変えた方が得なのかっていうのが問題になってるわけですでこの差額の収益っていうのを計算するとねまあ y 4 0 0 0キロ分の収益この1キロ5 5 0 0 × 4 0 0 0キロそして x については まあこの y に追加の加工を施した場合 x は外部販売として5 0 0キロで y を追加加工しなければ x そのまま3 0 0 0キロ外部販売することができるわけですからこの5 0 0キロと3 0 0 0キロの差のマイ、ま、ナ、あ、ス2 5 0 0キロですね y を作ることによって x の売り上げ2 5 0 0キロ分っていうのが失われることになるんだとでこれを差し引くと差額の収益は950万ってことになります で次差額原価ですけど追加の材料費この β 1 5 0 0キロと直接労務費この4,000時間分機械の稼働時間この2,000時間分の変動費ですね、まあ、これらっていうところをね差額の原価としてカウントし差額原価430万っていうのが求まりますから万万万から万引いた万が正解ってことになります、ね、この x3,000kg を作るのにかかるね製造原価っていうのはこれ埋没原価ですからね。 どの道 Y に追加加工をして Y を作ろうがね Y を作らないが3 0 0 0キロ分の製造原価っていうのはこれ別に変わりがないわけですからね意思決定にあたってはマイボスとして取り扱い計算を行うことになりますよろしいでしょうか、まあ、以上がこちら問題14ということになりますで次問題15文献化組織ですね あと、いが正解ということになりまして、まあ、この辺り典型的な問題になってくるかと思います。う、まあ、についてはね、これちょっと悩んだ方いるかもしれませんけども、あの、環境変化の激しい状況下において各種の職務を遂行する上で詳細な現場の情報が有用とされ、かつスピードを重視した経営が必要なときは、組織を集権化することが、集権化することのメリットがより活かされてくると言えるって書いてますけど、これ文献化ですね。 現場に近いところに、ね、意思決定の権限っていうのを分け与えることによって環境変化に柔軟な対応っていうところを、ね、現場レベルで取ってもらうことができるわけですからねいちいちトップの判断っていうのを仰いでるようだと環境変化のそういったスピードに対応することはできませんのでね、まあ、現場の判断に任せる方がいいわけですよだからうーについては明らかな誤りで絵についてはね事業部と事業部長の業績は常に同一の利益によって測定されるべきであるっていうふうに言っていますけどまあ伝統的に まあ、事業部における、ね、業績評価のための、まあ、利益概念と、まあ、事業部長の業績を評価するための利益概念というのは違うわけですよね、まあ、事業部長というのは基本的に管理可能利益に基づいた評価をしていくべきですし、まあ、事,業部事業部の評価というのは、ね、そういった管理可能性とか関係なく、ね、追跡可能性原則に則っとった、ね、その事業部で発生したことが分かっているコストについては全て事業部の業績の中に含めていこうという、ね、この考え方に基づいて、ね、事業部利益というのを計算した上で 評価を行うことになるわけですから事業部と事業部長におけるねそれぞれの業績を測定するときの利益概念っていうのは、まあ、同じになるとは限らないというか伝統的には違うわけですよ。はい、よろしいでしょうか。で最後問題16設備投資これもまあ簡単な問題です。 あの取り替え投資の問題というところでねまあ論点としての難しさはあるかもしれませんけど取り替え投資の問題の中では非常にシンプルな問題ということになるかと思いますんでねまあ特段のひねりがないですねまあ唯一引っかかる可能性があるのはこれ機種取り替えなんでね まあこの原油設備を売却することによって生じる税効果っていうのはあ,のあくまでも機種取り替えの場合っていうのは1年ずれてね期末において税効果自体は認識をすることになりますんで、まあ、そこの1年分の木ずれっていうところが、まあ、カウントされないとかあるいは、まあ、税金がね計算に当たって30%を前提に計算しなければいけないんで税率30%っていうところがねここを読み飛ばしてしまっていつも通り40%で計算してしまうなんていうミスがねあるんじゃないのかなとは思います。 まあその辺のね、まあ、うっかりミスにとにかく気をつけてもらえれば、あの特に難しいことが問われてはいないので、まあ、十分正解できる内容かなと思います。またま、こちらのね、あの回答プロセス、まあ、簡易的なものになりますけども、あのこちらを見て、また間違えたところがある方はね、よく見直しをしてもらえればなとは思いますね。はい よろししいでしょうか、まあ、今回はねその冒頭でも申し上げました通り、り、あのー、割とはっきりと簡単な問題っていうのがいくつか含まれていたというところもありますんでね、あのー、そこにちゃんとリソースを割いてですね正解前にたどり着けた方は割といい点数が解いている方もいるんじゃないのかなと思います、まあ、その買いなしになるかどうかわからないというね疑問があることを割り引いてもね全体としてはいい問題になっているのかなとは思います。 まあ計算で言うとね、絶対やっぱり取ってほしかったのは、まあ、この問題4ですね、問題4。まあ、この分音別計算の問題と、あと工程別計算のこの問題8と、あと問題7ですね、標準原価計算。で、これに加えて問題16ですね、まあ、ここがもうできてればね、計算については、ボーダーラインを超えたと言ってもいいのかなと思いますんでね、まあ、これにプラスアルファで、その ABC の問題なんかができていると、まあ、なお良いという形になりますね。 この5問ができていればね合格ラインっていうのは超えることがほぼほぼ確実になってくるのかなとは思いますんでね、まあ、十分ねここの5箇所であれば時間内に正解することがねできる内容ではあったのかなと思いますんでまあ今回のねあの問題でまた思うような結果が出なかった方もねいらっしゃるのかなと思いますけどもまたまあその方なんかはね、まあ、今後ちょっと対策を取っていくにあたってねちょっと今前の そういいった学習の、ねあのーまあ、方向性と言いますか何かやり方とかに問題がないかどうかっていうのはね今一度よくね、あのー、考えていただいた方がいいのかなとは思いますんで、あのーまあ、そのためにね私たちがいるっていうところでもありますから、あのー、もしご相談事項などがありましたらね、あのー、お気軽にお声がけねいただければなとは思うんですけどまた最後にね、あのー、ご案内があるかと思いますが、あのー、分析会っていうのがありますんでねそちらで今回の本試験について、あのー、具体的なまた詳細な分析を行った上で、まあ、次回の本試験に向けた対策なども また話を進めていく予定となりますのでもし今回ねちょっとあまり芳しくない結果になってしまった方はですねそれではですね、まあ、簡単ではありますけども、まあ、今回のね担当本試験の公表と解説の方を終わりにしたいと思いますので本日は皆さん本当にお疲れ様でした。